おはようございます。なんか暗い気がする。暗いのでちょっと閉めていこうかなと思います。これはこれで暗いね。あ、じゃあ分かった。もう一個明るくしていきますね。で、家の電気を。どう？いい感じ？こんにちは。早朝メイクしてます。してみた。久しぶりにしてみたっていう。うわ、ハンちゃん来てるじゃん。ハンツァン、ハンツァン来てるじゃん。イハラちゃん来ましたよ、皆さん。あ、待って、藤子ちゃんも来てる。コッペ人気者すぎやろ。ココッペ人気者すぎやろ。今ペイペイドームに向かってて、三塁側の5階席の食べ放題の席で見てるよ。だって食べ放題、キャー、うらやましい。シシする。今日気づいたら11時になっちゃって、やばと思ってちょっと慌てたんですけど、大丈夫ですかね。ちょっと汗かいてるんですけど。ペメールに載せてるココッペちゃんものすごくかわいい。あのね、あれなんですよ、あの、なんだっけ、あ、うさぎのスタンプめっちゃ大好き。アバターかわいいでしょ。なんで、アフロ、これアフロやん。ハンちゃんみたいよね。ハンちゃんにそっくりじゃない。はんちゃん、チーズタッカルビです。そう、めっちゃ美味しかったです。まだ食べるんですか、まだ食べるみたいな言われたんですけどね、ママに。めっちゃ食べました。昨日めっちゃ食べた日だったので、今日はちょっと制限します。スマイルパンさん、こんにちは。ハンちゃんいますよ。いや、私の方が可愛いでしょ、また。私の方が可愛いよ。やっぱね、まつげの力ってすごいんですよ。皆さん見てください。まつげの力はね、最強すぎます。まつげとね、ラインがね、大事。なんかね、顔が なんでだろうね、めっちゃ黒く見える。これはなんか日に焼けて見えるでしょ、これかな。なんかね、全部黒く見えるんですけど、どうすればいいの。まあいっか、
ティングライトは瞳の中に、そう目の下のキラキラ1個だけね乗せてます。今日は9時まで寝ました。9時まで寝ました。でちょっと立ち位置表を見ながらちょっとだけ踊ってみて今に至ります。今日のご予定は、皆さんの今日のご予定は、なんか気がついたら本当に11時過ぎて、髪の毛めっちゃドタバタやったので、皆さんおふれずにお願いします。僕もレモンの年頃レッスンします。ぜひぜひぜひ。そうなんですね、旅行は育つんですよ。あいに合ってますか。ありがとうございます。今日暇かな。そうなの、暇なんですか。暇なら寝ましょう暇なら寝ましょう。私も暇なら寝たいですね。何だったっけ。あ、昨日の夏美さんの最後の配信見てたんですよ。見ました、皆さん。なんかもうそろそろ終わりますみたいな言った時にわーってなっちゃう。もう最後ですね、今日で、今日はね30分しかできないんですよ皆さん。午後はゴロゴロしてます。ではレモンゼリフ練習します。レモンね、難しくないけど4人でしかやらないから1人が立ち位置間違ったら本当に目立っちゃうので、そう、なんか4人しかないからこそ難しいですね。振り自体はそんな単純な動きしかしないけど、難しいですね。昨日買ってもらったシャインマスカット、じゃあそう、皆さんコッペンジにも今ねシャインマスカットありますよ。あります。昨日も立ち位置表をなんか先輩方が踊ってるリハビリを見ながら立ち位置表をこうなんか書き換えるっていうか、リハビリの方が正しいのでもらった立ち位置表を書き換えてたんですよ。その時に集中力をアップさせるために、はい、食べました。はい、泣きましたって。夏美さんが、LINE で
なんかちょっとしたことでも連絡してねみたいな言ってくれて、もううわってきました。もうとっても綺麗でしたね、夏美さんのドレス。もうあのドレスだから似合うんですよね。あのドレスがなんか小品さんの時もそうなんですけど、衣装さんがなんかそのハンガーラックみたいなところにこう書いて、わかりますか、なんかおめでとうみたいな書いて一個一個手作りしてて、卒業メンバー、そうすごいなと思いました。今日もっぺなんか下でなんか、あ、多分あつ盛りしてます、音がするので、はい、あつ盛り。セリフ言うのは緊張します。なんか後ろでこう待ってるじゃないですか、言ってる間は緊張します。ちょっとね一瞬飛ぶんですよ、何だったっけって思って、めっちゃ飛ぶんです。コップあつ盛りします、たまにだけどね、たまにします、たまにしますっていうか、この間久しぶりにスイッチを充電して、うん充電してやったんです。黒さんハートありがとうございます。あ、待って、すごい、皆さん今556です。スクショしようか、これ心やん、今見てくれてる方。ステージ立ってる時客席見える？劇場は見れるんですけど、大きいツアーとかだとなんか曇って見えるんですよ。なんか後ろの方が見えても前からギリギリ見えても1回ぐらい、2階からは本当になんかなんていうの、煙じゃないけどなんかで白い曇ってるやつでなんか、うん、なんか見えないですね。覚えることたくさん大変だと思うけど頑張ってね。頑張ります、うん、頑張ります。早くアンダーできるように。噛んだらやばいってなりますね。なります。なります、なります。スマイルパンさん、金魚ありがとうございます。ひろたんさん。ひろたんさん。本当だ。556、心。そうなんです。今556でしたね。ケンタさん、ハートありがとうございます。幕張メッセ申し込んだぜ、だってそう昨日申し込みが配置されて6期生もなんと幕張行きます。楽しみに、めっちゃなんか幕張なんか HKT の幕張のなんだっけ、あれ YouTube に上がってて見たんですよ。もう広すぎてステージがはどうしようってなったんですけど、ケンタさんハートたくさんありがとうございます。クロさんかわいい、ありがとうございます。マギーさんこんにちは。はい、アンダー、うん、頑張ります。はい、
ペメールで返信ツイート、はい、見ます。もちろん皆さん見てますよ。皆さん見てます。え、しめちゃん用事なくなったって。いや、さっき、あ、そうなの。僕もマグハリメッセ昼と夜申し込んだよ。皆さん、幕張メッセやばいですね。普通になんかステージやばいし、千葉っていうのもやばいし、いろいろとやばいですね。大丈夫、いろいろとやばい。はい、幕張メッセ何県にあるか分かりますよ。千葉県です。まあ教えてもらったんですけどね。教えてもらったんですけどね。スマイルパンさん、だるまありがとうございます。え、31日配信1ヶ月かな、すごい。幕張仕事で行けないので福岡、はい、福岡ぜひ来てください。 LINE したを見ましたよ、しぶいちゃん。見た見た、そういうことね。グ、楽しみだ、本当にそう、楽しみね。ひぶいちゃん、ひぶいちゃん今日のお仕事がしぶいちゃんと同じなんですよ。みんなしぶいと同じなの。ファイトありがとうございます。博多だるまさん、来週久しぶりに劇場公演行けるんで、ここっぺ出ないかな、どうだろう。幕張メッセでコンサートの日は私の誕生日で行きたかったけど、仕事、仕事、皆さん仕事が多いですね。ののさん、ハートありがとうございます。どうなんでしょうかね、わかんない。飛行機か新幹線、わかんないですね。みなしぶいちゃん、後で、まあね、1時に間に合うか分かんないんだよね、みなしぶいちゃん。ちょっと過ぎるかもしれん。うちら中指、そう、中指。ケンタさん、ハートありがとうございます。飛行機乗ったことあります、一回だけ。韓国に前め 4年生ぐらいの時に韓国に一回だけ行ったことがあって、その時に乗りました。僕はいつも福岡行くときは飛行機でしたって。わざわざありがとうございます。韓国楽しかったですね。おばあちゃんと行ったんですよね。あんま記憶にないけど、ソウル、プサンに行きました。プサン、プサン、もう6期生でさ、ディズニーランド行きたいねってなんかずっと言ってるんですよ、謎に。ディズニーランド行きたいね。あのね、渋井ちゃんがね、言い出したんだけど、6期生で運動会やりたいねみたいな。そう、やりたすぎると思って。いや、ちょっと運動会自体はあんまり好きじゃないけど、6期生だから楽しい。
学校の運動会とかはもうね無理ですね。なんか申し訳ないじゃないですか、なんかめっちゃ足遅いから、あのリレーとかでこうさ追い抜かれたりとかしたらめっちゃ申し訳ないって思っちゃうんです。なんかせっかく勝ってるみたいなところで絶対追い残されるから、そうだからね、あんまりリレーが好きじゃないです。綱引きか、綱引きはまあ力がねあればなるし、綱引きオーナーもあんまり好きじゃない、なんか大丈夫かな。もう運動向いてないです。誰が一番、渋井ちゃん、渋井ちゃんでしょ一番早いの、間違いなく渋井ちゃん。もうあの渋井ちゃんでも意外とあのななかちゃんとかも早そう。いやなんか誰よ、どうしよう、ゆいながめっちゃ早かったらどうしよう。面白い。渋井まさかの大活躍でトレンド入りしてしまうだってやばいって、みんなツイートしましょう、渋井まさかの大活躍でトレンド入りしてしまう、面白い。ココッペめっちゃ遅いですよ、もうあのドジなので本当に一瞬でこける、最悪こけますね、本当に走るの無理。みんな自分絶対速いでしょ、めっちゃあの走ってるとこ、なんか走ってるとこ見たことないけど速そう、偏見、めっちゃって言いながらめちゃくちゃ足遅くなったらどうしよう、恥ずかしすぎだろ。いやそれはちょっと一番恥ずかしいやつですね。誰やろ、あとヒーローとかも結構速そうですなんかハンちゃんも速い、なんかみんな速そう、なんか2つに分かれて2チームに分かれてやりたいですね運動会。あ、リンカちゃん速そう、リンカちゃん絶対速いでしょ、カレンデンも速そうやし、へえ、なんかみんな速そう。ユーナはなんか速いっていうかなんかね、イカマちゃんも速そう、なんかみんな速いじゃん。一番はやっぱり渋いちゃんでしょどうしようどうしよう、汗藤子ちゃんも速そうだけどね、ザワちゃんも速そうですね、あでも速い、ザワちゃんどうやろうね、レイヤー姫はね私ね案外ねおっとりしてそうなんですよ、おもろすぎマジでしんどい、しんどいってしんどい、レイヤーちゃん遅いって言ってただって、今度体育でリレーやるって言われたけど練習しとこう、ああぜひ練習し、私はもうあの体育ちょっとやばいな、おもろいもう本当にやりたい運動会、やるならやるならあれですよね、リレーと綱引きと、何が面白いかな、あれやりたい、小麦粉みたいなのババッてやるやつ、飴探すやつ、障害物競争、
言いたいですね。いつか。博多なるなるさん、とうとうありがとうございます。あ、1000人ありがとうございます。ペーペードームの、いや、めっちゃ緊張しました、階段降りるの。いや、なんかめっちゃ姿勢痛かったですね、階段降りて。しかもワンピースで来ちゃって、めっちゃ歩きにくかったんですよ。で、めっちゃあれで、そう、めっちゃ歩きにくかったですね。で、ポツポツ雨降ってて、なんで雨降ってるのにこんなことしてんのみたいな目でめっちゃみんなに見られました。みんな、周りの人、そう、めっちゃ恥ずかしかったです。みんなってさ、思ったけど、普通が人か誰か、いや、本当にそうだよ。絶対登場してる、いるもんね、絶対。面白、やだ。いや、あれ結構テイク 5? 5か4してます。めっちゃハーハー言ってますよ、最後の方。 SKT48 6世の立花かからです。で、ロッキーが好きすぎて、いいことだ、いいことだ。皆さん、みなちゃんの口癖って知ってます？口癖っていうか、 LINE で絶対登場する言葉って知ってますか？ LINE で登場する言葉っていうか、なんて言うやろ、なんか LINE でよく使う言葉知ってますか？ロッキーは知ってるかもね。わあ、分からんけど。ひろたんさん、ハートありがとうございます。しぶちゃんはね、カムサハムギだって絶対言うんですよ。カムサハムギだって。カムサハムギだ。もうマジで面白いやけど、しんどい、しんどい、しんどい。ちょっと今度6期生で、まず 50m 走して、速い人から分かれる。ハムサハムにたコマをとか言ってますね。ハムサハムにたコマを。ゴロよくないってこと。ゴロ、ゴフ、ゴロ。ではそろそろ、皆さんたくさん見てもらってて申し訳ないんですけど、ランキング読みたいと思います。ユナヤの口癖なんやろ。ユナヤ何言ってるけど、いないよね、結構皆さんに教えられないような口癖が多いんですけど、はい、ランキングやめます。あ、複雑タイムしますか？何ポーズにしますか？渋いちゃんポーズですね。はい、見とってね。こっちだったやりますね。ダブルピース、はい。ではランキング読みます。今度やろうね、コラボ。しみちゃん、はい。13位トランキーノさん、ありがとうございます。12位タカさん、ありがとうございます。
11位森翔さん、ありがとうございます。10位黒さん、ありがとうございます。9位ひろたんさん、ありがとうございます。8位ににさん、ありがとうございます。7位今日この頃さん、ありがとうございます。6位スマイルパンさん、ありがとうございます。5位三浦さん、ありがとうございます。4位のりっぺさん、ありがとうございます。3位伊太郎さん、ありがとうございます。2位ただの魚さん、ありがとうございます。11位博多なるなるさん、ありがとうございます。ありがとうございました。どうやらしぶりちゃんはタココッペのことが大好きらしいです。すいません。バイバーイありがとうございました。